赤髪海賊団。現在大ヒット中の劇場版ワンピースフィルムレッド。そんなワンピースで今最も注目されているのが赤髪海賊団。今回はシャンクス、ベン・ベックマン、ヤソップ、ラッキール、ボンキパンチやライムジュースなどのその他の幹部メンバーについて余すことなく考察していきたいと思います。ということで今回は赤髪海賊団について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1056話、そして劇場版ワンピースフィルムレッドのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで途中をよろしくお願いします。それではどうぞ。この帽子をお前に預ける。かつてロジャー海賊団の見習いで、現在は赤髪海賊団大頭を務めるシャンクス。赤髪のシャンクスの異名を持っています。ルフィの命の恩人であると同時に憧れの海賊であるシャンクスはロジャーからもらったと思われる大切な麦わら帽子をルフィに託しています。そんなシャンクスの外見はというと、異名の由来にもなった赤い髪とティーチにつけられた左目の3本傷跡が特徴的。黒いマントを羽織り、白いシャツに柄のあるズボンとサンダルを着用しています。そんなシャンクスの性格は一言で言えば楽観的。非常におおらかな性格で、自身がどれだけ侮辱されようとも大抵のことは笑って済ませてしまうんです。どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。しかし一方で、自分の友達を傷つける輩はどんな理由があろうと決して許すことはなく、助けるためならば自分の身を犠牲にすることも厭わないんです。そんなシャンクスの強さはというと、圧倒的な覇気の持ち主。当然武装色、剣文色、覇王色の3種類の覇気を使いこなすことができ、特に覇王色の覇気は一級品。相変わらずすげえ覇気だ。なんとあの白ひげのクルーですらも半端な覚悟では立っていられないほど。また SBS によると、シャンクスがルフィ同様魚人島で10万人に囲まれた場合、10万人全員を一瞬で卒倒させることができただろうと言われています。また劇場版フィルムレッドで配布された40億巻によると、覇王色の覇気は見聞殺し、気配をコントロール、未来を見せないと記載されていることから、シャンクスの覇王色の覇気は自由自在に気配をコントロールすることができると判明しました。さらに同時に覇王色を応用すれば未来を見せないとのこと。つまりカタクリやルフィのように研ぎ澄まされた見聞色の覇気で未来視しても、シャンクスの覇王色は気配を自由にコントロールすることができるので、相手の見聞色の覇気を封じ込め未来視させないんです。これはエグすぎる能力ですよね。さらにシャンクスで注目したいのが覇王色の覇気をまとう力です。劇場版フィルムレッドでは、ウタが完全にトットムジカに取り込まれてしまい、トットムジカが完全権限したことでウタワールドと現実世界がつながってしまいました。これによってウタワールドと現実世界でトットムジカに同時攻撃が必要になったんですが、作中ではシャンクスがトットムジカを攻撃するためにグリフォンに炎のようなものをまとわせてましたよね。あの炎の正体は何なのか。結論から言うと覇王色の覇気、確かに一見悪魔の実だと思いがちですが、シャンクスはメラメラの実やマグマグの実、トリトリの実幻獣種モデルフェニックスなどの炎系の悪魔の実を食べている描写がありません。よってあの炎は悪魔の実の能力ではないと思われます。そして先ほど解説したように、シャンクスが作中に現存する海賊で最強の覇気使いの場合は、おそらく覇王色の覇気によって炎のようなものをまとわせることができたという考察が一番しっくりきます。またグリフォンと呼ばれる長剣を所持しており、伝説とも語り継がれるほどの戦いを繰り広げていました。そのためですね、基本的な戦闘能力も極めて高いことがわかります。そして悪魔の実の能力を持つかどうかは明らかになっていません。そんなシャンクスの過去はまさに激動。シャンクスが生まれたのは39年前。また劇場版フィルムレッドで配布された40億巻によると、ゴッドバリ事件でロジャーが奪った財宝に紛れ込んだ赤ん坊であることが判明しています。この時シャンクスは1歳でした。これも何かの縁か。また劇場版フィルムレッドではロジャー海賊団に拾われたシーンが描かれており、自分とウタの境遇を重ねていましたよね。そして余談ですが、フィルムレッドでシャンクスがゴッドバリ事件でロジャー海賊団に拾われたことが発覚したことで、シャンクスイコール天竜人説がほぼ確定しました。となればロジャーが奪ったシャンクスが入っていた宝箱はロックスの宝箱だった、天竜人の宝箱だった、ガープの宝箱だった、奴隷の宝箱だった。この4通り考えられるわけです。この中で海兵のガープが宝箱を所持することは考えられませんし、天竜人の奴隷は宝箱を持っているはずがありません。よってシャンクスが入っていた宝箱はロックスの宝箱だった、天竜人の宝箱だった。この2通りに絞られます。あの娘がフィガーランド家の血筋でもか。そして後ほど詳しく考察しますが、劇場版フィルムレッドにてシャンクスのファミリーネームはロックスではなくフィガーランド家ということが確定しています。よってシャンクスの入っていた宝箱は天竜人のフィガーランド家の子供が入っていた天竜人の宝箱だということがほぼ 100% 確定したわけです。その後シャンクスはロジャー海賊団の一員として育てられ、同じく見習いだったバギーと2人で行動を共にします。そしてある時、悪魔の実を手に入れたバギーは脱走を募るんですけども、偶然その場に居合わせたシャンクスがバギーに声をかけます。するとそれに驚いたバギーが悪魔の実を飲み込んでしまい、ひょんなことから悪魔の実を飲み込んでしまったバギーはバラバラの実の能力者になってしまうんです。そしてそのことでシャンクスはバギーから一方的に恨みを買ってしまいます。その後ですね、ついにロジャー海賊団が最後の島ラフテルにたどり着くという直前、なんとバギーが高熱を出してしまう。そこでシャンクスは看病を名乗り出たためラフテルにはたどり着けていません。そしてラフテル到達後、ロジャー海賊団は解散。ロジャーは海軍に自首し、イーストブルーのローグタウンで公開処刑されることに。そしてロジャーの最後を見届けたシャンクスはバギーと別れ、仲間探し
しの旅に出かけるんです。そしてシャンクスはイーストブルーでヤソップを勧誘し、他にも実力者を集い、赤髪海賊団を結成。こうしてメキメキと実力をつけていきます。その頃、鷹の実のミホークと伝説とも語られる決闘の日々を送ったり、ピーチに左目に残る3本傷をつけられていたようですが、具体的な時期は明らかになっていません。そして13年前にシャンクスは当時 CP9 だったフーズフーが乗船する政府の護送船を襲撃してゴムゴムの実を強奪。そして第1054話を見る限りは、シャンクスはゴムゴムの実しか乗せてない護送船を意図して襲撃しているように描かれています。そして12年前にシャンクスはイーストブルー風車村を拠点として航海を続けます。そしてこの時出会ったのがルフィです。かつてロジャー船長と同じ言葉を言う少年に興味を持ったシャンクスはルフィをからかいながらも親しく接するようになるんです。そしてルフィはシャンクスが奪ったゴムゴムの実を食べてしまう。そんなある日、山賊のヒグマが酒場でシャンクスたちといざこざを起こします。そしてヒグマの怒りを買ったルフィは海へと連れ去られてしまうんです。そしてルフィが金塊の主の餌食になろうというその瞬間、なんとシャンクスが間一髪のところで救出。シャンクス腕が、しかしシャンクスは左腕を金塊の主に食いちぎられてしまう。こうして海の危険さとシャンクスの偉大さを知ったルフィは自分の船で仲間を集めて海賊王になることを宣言。ルフィの夢に胸を打たれたシャンクスは麦わら帽子をルフィに預けるんです。それからシャンクスたちは航海を続け、6年前に4校の一人に数えられるようになりました。最後に素敵な一節を紹介します。もちろん可能性が低いのは重々承知ですが、ここではあえてシャンクスが天竜人でありながら D の一族である可能性も探っていきます。天竜人のシャンクスが仮に D の一族であるならば、シャンクスの正体は一つに絞られます。それが D の一族と天竜人のハーフです。とはいえですね、今まで説明してきたようにフィガーランド家が天竜人ですよね。なので天竜人と対立する D の一族が天竜人と結ばれるというのは普通じゃありえないことかもしれません。しかしここで例外的なケースを生み出している事例が存在するんです。それがネフェルタリ家の存在。ネフェルタリ家は800年前に巨大な王国を滅ぼした20の国の一つでしたが、世界政府を樹立するタイミングでネフェルタリ家を除く19の王と家族は聖地マリージョアに移住するんですが、ネフェルタリ家だけはアラバスタに留まり天竜人になることを拒否しているんです。つまり20の王国も一枚岩ではなかったということ。となればネフェルタリ家以外にも反乱分子がいてもおかしくありません。それこそがフィガーランド家だと考察します。想定できる流れはこんな感じでしょうか。800年前、自由の思想を謳歌する D の一族が異彩を放った。そして D の一族の代表的な人物が巨大な王国の王ジョイボーイ。そんな自由の思想を掲げる D の一族をよく思わなかったのが20の王国です。そして20の王国は巨大な王国を滅ぼし、自由に対する支配がコンセプトの世界政府を樹立し、ネフェルタリ家を除く19の王は聖地マリージョアに移住する。しかしこの時の他の18の王たちの目を盗んでマリージョアに移住した一人の王と D の一族の女性が結ばれてしまう。この D の一族の女性と結ばれた王族こそがフィガーランド家なんです。その後フィガーランド家は天竜人でありながらも D の一族の血が流れるというですね、非常に特殊な家柄となっていく。そして運命の38年前、ロックスがゴッドバレットを襲撃しフィガーランド家の人物を殺害。しかしロジャーとガープがロックスを倒したことでゴッドバレ事件が収束し、ロジャーはゴッドバレ島の財宝を持ち帰った際にフィガーランド家の赤ん坊が紛れ込んでいた。この赤ん坊こそがフィガーランドシャンクス、もっと言うとフィガーランド D シャンクスかもしれません。このようにシャンクスはフィガーランド D シャンクスではないかという考察もあるんですが、結論から言うとシャンクスは D の一族ではありません。フィガーランド家は天竜人でなければ D の一族の可能性もありましたが、フィガーランド家はこれまで説明してきたように800年前に巨大な王国を滅ぼした20の国の末裔、つまり天竜人です。そしてある土地では D の一族をこう呼ぶ者たちもいる。神の天敵。そして第763話のローの回想にてコラソンがローにですね、 D の一族は天竜人の天敵だと話しています。つまり敵対する天竜人と D の一族の2つの血を持つというのは普通に考えたらありえないと思われます。先ほど800年前にフィガーランド家は天竜人でありながらも天竜人を裏切って D の一族に加担した一族と考察したんですけども、その逆も十分あり得ますよね。それがフィガーランド家は D の一族でありながらも800年前に D の一族とジョイボーイを裏切り20の王国の一つとして加担し、 D の一族やジョイボーイ、そして巨大な王国を滅ぼしたというものです。確かに800年前にフィガーランド家は D の一族だったとしても、結果として D の一族やジョイボーイを裏切って20の王国の一つになっていたならば天竜人にもなります。となればいかに D の一族が天竜人の天敵だったとしてもフィガーランド家は元 D の一族であり、かつ巨大な王国を滅ぼしたことに加担しているので、世界政府としてはフィガーランド家を天竜人として認めざる得ないと思います。だからこそ五老星も今は天竜人だし協力的だからと元 D の一族という部分には目をつむっているのではないでしょうか。また劇場版フィルムレッドも理由の一つです。皆さんご存知の通りレッドのロゴを見ると D の部分に傷がついています。そして3本の傷といえば黒ひげに傷をつけられたシャンクスです。つまり D とシャンクスにはつながりがあると暗示されているロゴになっており、シャンクスが D の一族であることが暗示
暗示されています。そしてシャンクスが天竜人であり D の一族の場合はフィガーランドシャンクスではなくフィガーラン D シャンクスとなります。そして個人的にはですね、シャンクスが800年前に D の一族を裏切った元 D の一族であり天竜人であるフィガーランド家の末裔というのが一番可能性が高いと思われます。赤髪海賊団副船長のベンベックマン。ワンピース第1話から登場しているものの、その全容はまだ明かされていません。船長のシャンクスを補佐する右腕的存在で、時にはシャンクスの気持ちを汲んで行動する大人な一面も持ち合わせています。そんなベンベックマンの外見は作中で目視の愛煙家のようで、ほぼ全ての登場シーンで加えタバコをしているのが特徴のベンベックマン。12年前にルフィと出会った頃は黒髪でしたが、現在では白髪で、昔はなかった左側の頭部に十字傷が増えています。そんなベンベックマンの人物像は、常に冷静沈着で頭の回転が速く、第8巻のSBS では作中で最も IQ が高い人物として紹介されています。また山賊ヒグマの手下を撃ち殺した時には卑怯だと罵られると、甘えこと言ってんじゃねえ、聖者でも相手にしてるつもりかと堂々と言い放ち、海賊としての風格も見せつけていましたよね。また劇場版フィルムレッドで配布されたワンピース40億巻によると、かなりのプレイボーイとのこと。正直ベンベックマンは硬派なイメージがあったので意外ですよね。牛と一戦やりたきゃ軍艦でも引っ張ってくるんだな。そしてベンベックマンが全力で戦闘している描写はなく、強さの指標となる懸賞金額は今のところ明かされていません。しかし第957話で海軍が赤髪海賊団の幹部たちが個々に名を挙げていると高評価してましたよね。高い懸賞金アベレージを誇る最もバランスのいい鉄壁の海賊団。さらに歴代4校の幹部の中で副船長の肩書きを持つのはですね、ベンベクマンとモージのみ。ゾロもカタクリもマルコもキングもシリュウも違っています。つまりですね、4校の幹部の中では最も懸賞金が高い赤髪海賊団である。赤髪海賊団の副船長はベンベクマンである。しかも海賊団のアベレージを釣り上げている懸賞金額ということで、おそらくベンベクマンは20億ベリー前後と予想します。またベンベックマンの愛用の武器はですね、第1話から使用しているフリントロック式のライフルです。隠したのヒグマ一味との戦いでは銃を鈍器代わりに王出して使っていました。しかしマリンフォードの頂上戦争ではキザルに対してですね、銃口を突きつけて忠告。何もするなキザル。キザルはですね、現在登場しているキャラの中でもトップクラスに高速移動が可能なキャラの上、両者の間はですね、かなり距離が離れていました。それにもかかわらずキザルはベンベックマンの忠告に従っていたことから、少なくとも本気で銃を使えばベンベックマンはキザルに匹敵する実力の持ち主であることは間違いないでしょう。そしてキザルの高速スピードに対抗する手段、つまり当然覇気が使えて、この銃と組み合わせることでキザルのスピードをも凌駕できる可能性があるんです。そうなるとですね、ベンベックマンは見聞色の覇気のかなりの使い手ということになるでしょう。また劇場版レッドではエレジアに集まった貨幣が撃った銃弾を一般市民に当たらないようにと武装色の覇気を使って防御していたことから、武装色の覇気も使いこなすことができます。また劇場版フィルムレッドで配布されたワンピース40億巻によると、覇気プラスライフル弾丸貫通と記載されていることから、おそらく戦闘方法が覇気と貫通するほど強烈な弾丸を放てるようです。よってベンベックマンは悪魔の実の能力者ではないと思われます。最後に素敵な一節を紹介します。そもそもベンベックマンは超銃を武器に戦います。そして銃の弾なんですけども、実は回廊石で作られた弾を使用しているという可能性があるんです。その根拠は大きく分けて2つあります。まず1つ目の根拠は、赤組海賊団が世界政府を通じて回廊石を手に入れられる状況だからです。そもそも回廊石は普通の海賊では手に入れることができません。第924話のホーキンスがルフィを回収しようとするローとバトルするシーン。世界に広がる回廊石はこの国で生まれたんだ。そんなに小さく加工できる技術者は我の国しかいない。このホーキンスの発言により、海軍が使用している回廊石の武器なども我の国から輸出されたものであることがわかります。しかし我の国は四皇街道に支配されていて鎖国状態にありますよね。そんな我の国から海軍の元に回廊石製の武器が輸出をされるルートについて解説していきたいと思います。そもそも我の国は世界政府非加盟国なので、表向きは世界政府の管轄組織である海軍とつながりはないはずです。しかしカイドやオロチがドフラミンゴや CP0 とつながっていたように、裏ではつながっているので、海軍は我の国で生産される回廊石製の武器を手に入れられていたと考えられるんです。そして第929話のオロチが CP0 と密会するシーン。海賊と戦うための武器を海賊から買おうというのだから。 CP0 とはですね、世界政府直属の諜報機関サイファーポールの最上級の組織。もともとはドフラミンゴを経由して我の国から武器を仕入れたようなんですが、ドフラミンゴがルフィに敗れて失脚したので、世界政府は直接オロチと交渉し、回廊石製の武器を手に入れようとしているんだと思います。つまりですね、我の国から回廊石製の武器を入手するには、我の国を支配している街道経由で入手する、我の国から密輸している世界政府経由で入手する、この2つのルートが存在しますよね。ではそれぞれ説明すると、まずは1つ目の我の国を支配している街道経由で入手するルートです。結論から言うと、シャンクスが街道経由で回廊石製の武器を入手できるかというと、それは不可能でしょう。というのもシャンクスが率いる赤髪海賊団は、街道を率いる百獣海賊団と
敵対関係にあるからです。次に世界政府経由で入手する方法についてです。第907話のシャンクスが五老星の元を訪れるシーンによると、シャンクスは五老星と謁見できる立場であることがわかります。つまりですね、シャンクスは五老星とつながりがあるので、五老星を通じて世界政府から海老石を手に入れることができると思われます。次に2つ目の理由はですね、海軍本部大将であるキザルがベンベクマンに銃を突きつけられただけで降参したからです。第579話の赤髪海賊団が頂上戦争を終わらせに来るシーン。何もするなキザル。このシーンではですね、遠く離れた船からキザルに銃を向け、ベンベクマンは何もするなキザルと発言しましたよね。そんなキザルはピカピカの実の能力者である光人間で、高速で移動することも可能。そして頂上戦争にてキザルとベンベクマンが乗っている船とは距離があったので、光人間であるキザルであれば逃げ切ることもできたと思います。にもかかわらずキザルは銃を向けられただけでお手上げし、降参のポーズをとってます。なのでですね、キザルは遠くから銃を向けられただけでベンベクマンのことを恐れていたんです。したがってですね、鳥獣に込められているのは普通の弾丸ではなく海老石製の銃弾だったので、キザルは必要以上に恐れたんだと思われます。まとめるとですね、赤髪海賊団は海老石製の武器を手に入れることができる、キザルが遠くからベンベクマンに銃を向けられただけで降参している、以上2つの理由により、ベンベクマンは海老石製の銃弾を武器にしていると思われます。赤髪海賊団幹部の一人にしてチェイサーの異名を持つウソップ、麦わらの一味のウソップの父であり、赤髪海賊団が風車村に停泊していた時に麦わらの一味の船長ルフィとは幼少期に出会っています。そんなウソップの見た目はというと、特徴的なドレッドヘア。息子のウソップといえば長い鼻が特徴的なんですが、これは母バンキーナからの遺伝なので、ウソップの鼻は長くはないんです。そんなウソップの性格はというと親バカ。第25話のルフィがウソップのことをウソップに語るシーン。このシーンでウソップは家族を捨てて海賊になったことを少し面白おかしく話しています。しかしですね、これはあくまでも酒の席であって、実際は何年も会えていないであろうウソップのことを何度もルフィに話しているので、息子ウソップのことが大好きだと思われます。また劇場版フィルムレッドで配布されたワンピース40億巻で明かされたヤソップの新情報によると、ヤソップは甲殻類をそのまま食べ、さらにはダンスが得意なことが明かされています。そんなヤソップは戦闘描写がないので強さは不明です。しかし劇場版フィルムレッドではとっても時間に対し弾丸を放っていたんですが、凄まじいスピードで早打ちしていたことから原作でも描かれるのかもしれません。またヤソップといえば見聞色の覇気です。劇場版フィルムレッドでは現実世界でカタクリが赤髪海賊団の火星のために訪れたシーンでは、カタクリが見聞色の秋で歌ワールドのブリュレの視界を一瞬見ることができたと発言すると、シャンクスがですね、何も見聞色の秋が使えるのはお前だけじゃないと返し、そのシャンクスの言葉に呼応するかのようにですね、ヤソップが見聞色の秋で歌ワールドのウソップの視界を視認していましたよね。やっと気づいたかバカ息子。その後フィルムレッドではウソップの覚醒があったことで、ようやくヤソップはウソップと視界の共有をできたというわけです。このようにカタクリがブリュレの視界を一瞬しかジャックできず、ヤソップがウソップの視界を完全にジャックできていたことから、見聞色の覇気のレベルは間違いなくカタクリよりヤソップでしょう。となればヤソップも当然のように見聞色の覇気による未来視は可能でしょう。つまりヤソップはおそらく作中最強の見聞色の覇気使いだと思われます。最後に素敵な一説を紹介します。その一説とは、ヤソップが天竜人の血を引くという可能性です。根拠は大きく分けて4つあります。まず1つ目の理由は、名前に神という意味を持つヤソという文字が含まれているからです。ヤソは漢字でヤソと表せます。そしてこのヤソとはキリストという意味を持っているんです。そう、キリスト教の神様であるキリストを表すヤソという文字が名前に含まれているので、ヤソップはワンピースの世界で神といえる天竜人と関係があるかもしれません。次に2つ目の理由はですね、船長のシャンクスがですね、天竜人であるかもしれないからです。これは SNS 上では非常に有名な考察なんですけども、シャンクスが天竜人である可能性が高いと考えられます。先ほどシャンクスの考察で話したように、五老星に謁見できる、シャンクスは天竜人が居合わせたゴッドバレー事件の孤児である可能性が高い、海軍本部元帥戦国から頂上戦争で顔を立てられている、元天竜人であるドフラミンゴと好物のロブスターが一致している、この4つの理由によってですね、シャンクスは天竜人ではないかと SNS では言われています。このようにですね、シャンクスがもし仮に天竜人だとすると、その同じ境遇を知ったヤソップがシャンクスに入れ込み、シャンクスの誘いに乗って海賊になった可能性も十分ありますよね。続いて3つ目の理由はですね、息子のウソップにゴッドウソップという異名があるからです。第744話の気絶しかけているウソップが偶然奇跡を起こし、ドレスローザの地下交易港の天井が崩壊するシーンです。俺たちはどうすればいい？ゴッドウソップ。ドレスローザの地下交易港に閉じ込められていた人は奇跡を目の当たりにし、敬意を込めてウソップをゴッドウソップと呼んでいます。そしてワンピースで神といえばですね、天竜人。そう、もしかするとゴッドウソップも実は伏線で、ウソップが天竜人の血を引いているということを暗示しているのかもしれません。そしてウソップが天竜人の血を引いているのであれば、その父ヤソップも天竜人の血を引いています。最後に4つ目の理由は、ドレッドヘアが神様と関係が深い髪型だからです。ヤソップといえば特徴的なドレッドヘア、そしてこのドレッドヘアなんですけども、実は神様と関係が深い髪型であると思います。
います。例えばインド最古の文献であるベーダに登場するシバ神はドレッドヘアです。ではですね、ワンピースの世界においてそれはどうなのかというと、ドレッドヘアの人物は神と深い関係値にあります。ワンピースの世界でドレッドヘアといえば五老星の一人、ロークスティ・ジーベック、ヤソップの3人です。まず一人目の五老星の一人は天竜人なので神のような存在であると言えますよね。次にロックスはですね、天竜人ではないんですけども、天竜人に牙を剥くことで神になろうとしていました。このように五老星の一人とロックスティ・ジーベックがですね、神と近い関係値にあるので、ヤソップがドレッドヘアであることは天竜人との何かしら関係性があることを暗示しているのかもしれません。ここまでまとめるとですね、神という意味を持つヤソが名前に含まれている、船長のシャンクスが天竜人である可能性が高い、息子ウソップにゴッドウソップという異名がある、ドレッドヘアは神様と関係が深い髪型である、以上4つの理由により、ヤソップは天竜人の血を引いていると思われます。四皇赤髪のシャンクス率いる赤髪海賊団の幹部ラッキールー。1957では赤髪海賊団の幹部の懸賞金アベレージは高いと言及されていたので、かなりの実力者だと思われます。そんなルーの見た目はというと、丸眼鏡をかけたデブ、手には常に骨付きの肉を持ち、隙を見せては食べています。そんなルーの性格はというと陽気。第1話のシャンクスがヒグマにビール瓶で殴られるシーンでは、それを笑い飛ばして場を和ませるなど赤髪海賊団のムードメーカーであると思われます。そんなルーの役職はというとコック。また劇場版フィルムレッドで配布されたワンピース40億によると、赤髪海賊団の職を司るコックであることが明かされています。そんなルーは原作では戦闘描写がありませんが、劇場版フィルムレッドでは回転するような攻撃を見せていました。そしてワンピース40億巻では覇気自分ボーリングと記載されていることから、おそらくボーリング玉のように丸くなって回転攻撃する技だと思われます。また40億巻には覇気も記載されていたので、剣武色と武装色の覇気は使えると思われます。最後に素敵な一説を紹介します。それはパラミシア系悪魔の実肉肉の実をルーが食べているという説です。ベクマの考察でお話ししたように、赤髪海賊団が全員非能力者である可能性は高いと思います。しかしですね、仮にルーが悪魔の実を食べていたとすると、パラミシア系悪魔の実肉肉の実を食べた肉体改造人間、肉を生み出しそれを食べることで肉体が強化される悪魔の実であると思われます。その根拠は大きく分けて3つあります。まず1つ目の理由は、ルーが公開中にもかかわらず常に新鮮な肉を口にしているからです。皆さんご存知だと思いますが、生肉はですね、普通冷蔵庫で保存しますよね。しかし冷蔵庫がなかった時代はというと、新鮮な状態で保存することが難しかった。例えば現実世界における15世紀頃の大航海時代、当然冷蔵庫がないので航海中に肉を口にできることはあまりなかったと言われています。しかしそれでも食べたい場合は塩漬けにすることで腐らないようにして船に積み込んでいたんです。このように冷蔵庫がない時代に新鮮な肉を航海中に用意するのはとても難しいことなんです。ではなぜラッキールーがですね、常に新鮮な肉を食べられているのかというと、おそらく悪魔の実のおかげだと考察します。例えばビスビスの実の能力者であるクラッカーはビスケットを自由自在に生み出していました。このようにラッキールーもですね、悪魔の実の能力で肉を生み出している可能性が考えられます。次に2つ目の理由はですね、初登場時から体が成長し続けているからです。ラッキールーの初登場はもちろん第1話、ヤソップたちとルフィを海賊に勧誘するシーンによると、ルーはですね、ヤソップより身長が低いことがわかります。そんなヤソップはビブルカードによると身長は183センチだと判明しています。しかし第580話の赤髪海賊団が頂上戦争に現れるシーンでは、明らかにヤソップたちよりも大きく描かれていますよね。またビブルカードによると身長は241センチとなっているので、2年前の時点でヤソップよりも身長が高いことは間違いないと思います。つまりラッキールーは第1話から第580話までの間に体が大きくなっています。そんなラッキールーは現在35歳なので、成長期で背が伸びた可能性は低いと思います。これがミスでないのであれば、悪魔の実の能力によってラッキールーは体が大きくなったんだと考えられるんです。最後に3つ目の理由はですね、肉弾戦を得意としているのであれば、他の赤髪海賊団の船員と戦い方が被らず差別化できるからです。まずは赤髪海賊団の戦い方について見ていきます。まず船長のシャンクスはグリフォンという剣を使用して戦います。次に副船長のベンベクマンは超銃を武器に戦っています。このように赤髪海賊団には剣や銃を武器に戦う船員がですね、すでに登場してるんですよね。しかしですね、赤髪海賊団にはルフィのように肉弾戦を得意とするクルーがまだ登場してないんです。そう、シャンクス、ベックマン、ヤソップなど他のクルーと戦い方を被らせる可能性は低いと思われるので、ラッキールーは肉弾戦を得意とする可能性が考えられます。実際に劇場版フィルムレッドでは回転して攻撃していました。まとめると、公開中なのに新鮮な肉を常に食べている、第1話から現在にかけて体が成長し続けている、肉弾戦を得意とする戦い方であれば他のクルーと差別化できる、以上3つの理由により、もし仮にラッキールーが悪魔の実を食べているとすると、その悪魔の実の正体はパラミシア系悪魔の実肉肉のみである。そして肉を生み出し、それを食べることで肉体を強化できる肉体改造人間になれる悪魔の実であると思われます。とはいえ何度も言いますが、今回の考察はラッキールーがもし能力者だったらというのが前提になっています。ルーが能力者の場合には肉肉のみではないかと考察しましたが、前提がなければやはり赤髪海賊団全員は非能力者集団だと思うので、レッドで見せた回転攻撃なども単なる特殊攻撃の一つでしょう。
単行本101巻の SBS によると、マリフォードの頂上戦争に遭われた赤髪海賊団はですね、全員幹部メンバーだったことが判明。さらに劇場版フィルムレッドで配布された40億巻では、赤髪海賊団の各幹部が紹介されていました。そして赤髪海賊団の主要メンバーはシャンクスを含めるとですね、合計10名のようなんですが、これはですね、麦わらの一味、黒毛海賊団の主要メンバーと近い人数になりそうです。ここではシャンクス、ベックマン、ルー、ヤソップ以外を紹介します。まずはドクロマークのニット帽をかぶり、サングラスをかけているのがライムジュース。赤髪海賊団の中での役職は不明ですが、ゾロのような戦闘員という感じでしょうか。40億巻ではですね、空中殺法、カッコ3時のように飛びます。電撃使いと記載されており、劇場版フィルムレッドでも空中で電撃をまとった武器を使っていました。次にスキンヘッドの大男がボンクパンチ。そしてボンクパンチと一緒にいる猿がモンスターです。実はボンクパンチとモンスターはかなりの副ルーカブで、モンスターは12年前に風車村に滞在している時にも目撃されています。また40億巻によると、役職はコンビで音楽家とのことで、かつては歌も音楽家だったことから、歌の後を継いで音楽家になった。もしくは歌と共にですね、当時赤髪海賊団で2人と1匹で音楽家トリオだったのかもしれません。また戦闘方法もコンビネーションによるもので、モンスターが雑魚を一掃し、ボンクパンチが力を貯めて強烈な一撃を放つという、まさにボンクパンチの名前にふさわしい戦法となっています。次にワノ国出身の侍風の男が本郷です。赤髪海賊団の中での役職は戦意。フィルムレッドではですね、トットムジカによって負傷したゴードンを治療したり、ウタに薬を渡したりしていましたよね。また40億巻によると、武器に詳しく器用な手先を生かし、戦場では分解魔として活躍と期待されていることからですね、敵の武器を破壊するようなサポート役として重宝されているようです。ちなみに第1話にも登場していて、ルーの左側に登場する歯の抜けた男が本郷とのことです。次にルーのタトゥーを入れている長髪の男がビルディングスネーク。赤髪海賊団の中での役職は公開し、また40億巻によると曲芸師の顔を合わせ持ち、トリッキーな剣術と足技で戦うと記載されています。具体的な技としてはですね、踏みつけるキック、ジャグリング二刀流とされています。曲芸で剣士といえばカバジを思い浮かべますが、ビルディングスネークはカバチの上位互換のような存在でしょうか。ちなみにガードも非常に堅いとのこと。次にライオンのような野性味あふれる凶暴そうな男がハウリングガブ。赤髪海賊団の中での役職は不明。その戦闘方法は口から方向を放つなど特殊な攻撃が可能で、その方向はですね、なんと斬撃のように切れてしまう方向。また40億巻のガブの方向はキーンという効果音や金縛りと記載されていることから、方向を食らわなくとも方向の音を聞くだけで金縛りになってしまうと予想します。ちなみにですね、フィルムレッドでは歌に操られた一般人に襲撃された時に一瞬口から方向を放とうとしていましたよね。またルー、ヤソップ、ボンキパンチ、本郷と同じように12年前の姿も描かれていましたが、筋骨隆々な今の姿とは違い、痩せ細った優しげな人物となっています。ここにロックスターを含めるとですね、赤髪海賊団の主要キャラが合計11名となることから、もしかしたらですね、麦わらの一味や黒毛海賊団と最終的には1対1でマッチアップするのかもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。